エアロは、現代自動車が1985年から2010年まで、製造していた大型バスである。エアロの原型は、日本三菱不装トラックバスのエアロシリーズである。2007年に、エアロスペース LS を除くモデルが中止され、その前に、後継モデルユニバースが発売されたが、エアロスペース LS は2010年11月まで、並行生産された。その後、 既存モデルのユニバーススペースエレガンス、コンフォート、クラシックなどがエアロスペース LS の後継モデルとなった。1985年、三菱自動車からライセンスを取得したヒュンダイがエアロバス MS7 系の設計をエンジンも含めてほぼそのまま導入し、生産を開始した。エアロエクスプレス HSX1992 年、三菱は 二代目エアロバスにフルモデルチェンジするが、ヒュンダイはその後も、しばらく、初代エアロバスをベースにした生産を続けた。MS8K に準じたモデルにフルモデルチェンジするのは、日本向けが、排ガス規制強化のためのマイナーチェンジを行った1995年であった。エアロスペース、エアロエクスプレス、エアロクイーンの三車種が存在。単弱車はエアロスペースのみ。 選択可能データは、長尺車のみ。エアロスペースは、スタンダードデッカー。エアロクイーンはハイデッカーのみの設定だが、エアロエクスプレスはどちらも、選択可能。三菱不走性との違いは、前面2枚ガラスが、標準、車軸喧嘩式サスペンションが、標準仕様、スーパーハイデッカー車の設定がない、フィンガーシフトの設定がない、エアバッグの設定がないことなどである。 また短弱車に限りリーフサスペンションも選択が可能であった。エンジンは三菱不走車に準じた V 型8気筒 8DC9 や 8DC11 を標準とする一方で、本来は路線用のエアロスターやその前の MP 系のエンジンだった直列6気筒エンジン 6D20 にも選択することができた。しかし2000年以降は、 自社開発のパワーテック直列6気筒ターボに全面的に切り替え、現行のユニバースにも引き継がれている。もっとも、三菱不走も2005年以降は、直列6気筒インタークーラーターボの 6M70 エンジンに切り替えている。なおエアロスペースには、CNG 車も設定されている。2006年、ヒュンダイは、自社開発した大型コーチユニバースを発売、これに伴い、 ハイデッカー仕様の生産が終了。短尺仕様は引き続き生産され、翌2007年に三菱不走が現行のエアロエースにフルモデルチェンジした後も、エアロスペースは生産終了まで、二代目エアロバスボディで生産を行った。しかし2010年にエアロスペースもユニバースに統合され、最終的に生産終了となった。 これによって1970年代から30年以上続いたヒュンダイにおける日本車のライセンス生産にも終止符が打たれた。ありがとうございます。